はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、T マネー20%還元、ファミペイ40倍のキャンペーンと組み合わせればさらにお得にということで、今回は T マネー、そしてファミペイ40倍のキャンペーンについてですね、この動画では T マネーを今から始めたらお得ですよということと、ファミペイの40倍のキャンペーンの追加情報をお伝えします。もしですね、利用される方はかなりお得に参加できるかと思いますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、まずはですね、t マネーのキャンペーンについてからなんですけども、こちら、初めてのご利用でもらえるということで、今回ですね、t マネーのキャンペーン大きく2つに分かれてるんですけども、1つ目は、簡単1分、初めて登録で t ポイント、通常の t ポイントが200ポイントもらえると。そして、その t マネーを使って、ID またはマスターカードコンタクトレス決済を行うと、残高にチャージして使える t ポイントが20%還元されるという、今回大きくこの2つのキャンペーンが発表されました。で、実際のちょっとキャンペーンページをですね、一緒に 見ていきましょう今お伝えした内容プラスアルファでまずキャンペーンの参加方法なんですけども8月の1日から登録期間が始まっておりまして9月の30日までに今出てるこれらの方法を使ってまず t マネーに登録をするとそしたらですね登録が完了すると t ポイント200ポイントがゲットすることができますあちなみに先にお伝えしておくとこの t マネーのキャンペーンはどちらとも初めて利用される方が限定となりますのでここはご注意くださいちなみに僕はすでに使 買ってまますすすのででで対象外となりますでさらにですね初めて登録した方が10月の31日日曜日までに今お伝えした ID そしてマスターカードコンタクトレス決済まあね最近は結構コンビニとかでも使えたりするんですけどもそれを使って決済するとご利用金額の20%の T ポイントがもらえると。 で、上限は今回最大1000ポイントまでということでございますので、まあ、簡単にね、単純計算をしたら1000割ることの0.2なので、5000円分使うことによって最大の1000ポイントまでゲットすることができます。で、もらえる t ポイントっていうのは有効期限のある t ポイント、いわゆるその期間限定 t ポイントみたいなものですね。内容については今お伝えした内容で、これを全部踏まえた上で最大1200ポイントまでゲットすることができます。で、キャンペーンの期間それぞれ分かれておりまして、まず登録をするのが8月1日から9月30日まで。で キャンンペーとということで、先ほどの20分の分キャンンペーンは10月31日ままでででとなってますす結構長いですねで付与されるに言っても結構バラバラで、200ポイントについては10月の中旬頃に付与されて、そして20%分の還元については11月の中旬にまとめて申請がされるということでございます。で、通常の T ポイントはね、普通に使えるとして20、20%分のね、期間限定の T ポイントに関したら T バネーにチャージして使える T ポイントとして申請されると。なのでね、また再度、同じように、まあ、Apple Pay とかをつ 使ってね、決済することができます。 注意事項ね、いろいろ書いてはいるんですけども、au, Android はサービス対象外であったりとか、あとは、過去に一度でも2021年7月31日までに T マネ、ーかざして支払いの登録をされてた方は、本キャンペーン対象外ですということでございますんで、まあ、僕の動画でもね、何度か紹介したことがあるので、もうもちろんね、僕自身はすでにね、かざして支払いの登録をしてるので、対象外にはなるんですけども、まだね、登録とかされてない方はですね、今回のこのタイミングで参加することができますので、結構お得なんじゃないかな、 といいう,うに思いますでですね、この t マネのキャンペーンはこの話一旦ちょっと置いておいて、後ほどですね、また出てきます。で、タイトルの通りですね、今回、ファミペイのこの40倍のキャンペーンと合わせればかなりお得ということなんですけども、その前に追加情報はですね、本日5時に発表されましたので、ちょっとそちらを見ていただきたいと思います。一応8月2日の17時に、まあ、詳細の情報が発表されるということだったんですけども、まあ、これといって結構ね、大きな発表というのはございませんでした。まあ、これまで発表通り、まあ、対象外のものに 関関ししし金ととととかかか各種代支支払払いいインンの請求支払いとかお試しクーポンとか、まあ、それらに関しては対象外とこれはね、これまで発表があった情報の通りですね。あとは、新定される期間限定、ファインペインボーナスの内訳ですね。まあ、1万円を使うことでこれだけまあ付与されますよであったりとか、あとは、新定される日程ですね。新定日についてもそれぞれ詳細の情報が出てましたんで、もし利用される方はですね、それらの日程をまあ抑えた上で使ってください。 で、キャンペーン対象外のお店もですね、おそらく多分追加情報的なものはなかったので、まあとりあえずこれらのお店もまあ対象外であると。あとはですね、注意事項がですね、まあ結構出てまして、まあいろいろ情報はあるんですけども、例えば、 ファミペイでのお支払い金額が税込み200円に満たないお取引とかであったりとか、ファミペイ払いでクオカードをご購入分は、通常のファミペイボーナスは進徹されないため本キャンペーンの対象外ですということで、ま、クオカードはダメなんですけども、ポサカードとかはいけるかと思いますんで、バニラビザギフトカードであったりとか、ティーマネーギフトとか、楽天バリアブルとか、ま、そういったものでも購入することができるかと思います。あとはね、それぞれ注意事項はね、ご自身でそれぞれ読んでおいてください。そして、ちょっと一旦ですね、話を戻しまして、 今回ですねこのファミペイの40倍戻ってくるキャンペーンとそしてこのティーマネーのキャンペーンですねこれのキャンペーンを組み合わせることでかなりね相性をよく お得に参加することができます。まあ流れをね、ざっと、まあ見ていただきたいと思うんですが、例えば今回ですね、ファミリーマートでティーマネーギフトを5000円分購入します。まあティーマネーギフトっていうのはね、こ,まあ、こちらのポサカードにはなるんですけども、これをファミリーマートで5000円分購入すると。ちなみにですね、ファミリーマートのおそらく今現在は、これちょっと前の画像にはなるんですけども、左側のここあたりに出てくるかなと思います。僕はちょっとこれ結構前の写真なので、ここ最近は結構この左側のコーナーにあることが多いかなと思って ままあ、すあとは、ま、あレジの横であったりとか、そこに今お伝えしたこの t マネギフトカードがあるので、 これを今回5000円分購入すると。で、購入方法は今回のファミペイの40倍のキャンペーンを使います。そうすることで実質20%還元を受けることができます。まあ、こちらのキャンペーンですね。一応このキャンペーン自体は上限がね、まあ、1万円使うことで上限に到達するので、まあ、枠、まあ、半分の枠を使うことになりますね。なので5000円分購入することによって、1000円相当のファミペイボーナスをゲットすることができます。で、そこからさらにですね、T マネーギフト5000円分をですね、今回のこの T マネーにチャージをします。 まあ、いわゆるその、僕の場合は Apple Pay の t マネーとかですね、それにチャージをするんですけども、まあ、チャージ方法についてたらですね、まあ、公式ページに出てますんで、参照していただければと思います。一応、ステップ1、2、3、4ということで出てますんで、結構簡単にチャージすることができます。で、このチャージした分を使って、 ここの T マネでで決済ををして20%還元を受けることができますあ今回5000分決済ということなんですけども、こちらがですね、僕が t マネーとして Apple Pay に登録をしている画像なんですけども、ID 決済であったりとか、マスターカードコンタクトレス決済。まあ、これどちらかで決済することで、上限の5000分を決済したら、1000円相当の期間限定の t ポイントをゲットすることができるということでございます。まあ、解説の中にもあったように、今回のこの1000円に関したら、こちらの t マネーにまた再度ね、チャージをして使うことができますんで、まあ何 ちちゃ,かんちゃ、ね、まあ、ID 決済もそうなんですけども、最近ね、マスターカードコンタクトレス決済が使える場所もまあまあ増えてきてるかと思いますんで、紹介自体はかなりしやすいのかなというふうに思います。 それでは本日お伝えした、まあ、T マネーのキャンペーンのまとめなんですけども、特典としたらですね、初めて T マネーかざして支払いに登録することによって 200T ポイントがもらえます。そして2つ目の特典として、ここ1で登録した方限定になるんですけども、20%還元を切ることができます。上限は1000ポイントまでなんですけども、期間限定の T ポイントをゲットすることができます。期間はですね、それぞれ変わってるんですけども、この丸1に関したら登録の期間として9月の30日まで登録してくださいと。そして丸2に関したら10月の31日 1>, 1日まで利用してくださいということでございます。で、今回のこの条件なんですけども、この丸1と丸。 ともに初めての方のみ限定となりますんで、僕はすでに登録をして利用してますんで、どちらも対象外にはなるんですけども、もし利用されてない方はですね、ぜひこの機にトライしてみてください。で、付与日に関してもそれぞれ変わっておりまして、丸1、200ポイントに関したら、10月の中旬頃に申請がされると、そして丸2、1000ポイントに関したら、11月中旬に申請される。これが期間限定の T ポイントが付与されるということでございます。ま、そんなことで今回は T マネーのキャンペーン、そしてファンペインのキャンペーンの追加情報について、 お伝えをさせていただきました。ちょくちょくね。t マネーもまあ、キャンペーンをやってたんですけども、20%還元キャンペーンというのね。これまであったキャンペーンの中ではかなり還元率が高いキャンペーンかなと思ってますんで、まだ、あ、僕はね。ちょっと参加ができないのが、ちょっと悔やまれるところではあるんですけども。今お伝えした内容であればまあ、効率よくね。それぞれキャンペーンに参加できるかと思いますんで、使ってみようかなという方はぜひ参考にしていただければと思います。今回お伝えさせていただいたそれぞれのキャンペーンリング概要欄に貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃいましたらチェックしていただければなと。 思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。